どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんカイトロイド大暴れしてるじゃないですか、現状ね、デュエルリンクスで。で、岩戸が死んだんで、またか、メガロイド都市と、カイトロイドは少し強くなるかなと思うんですけど、ロイドに対抗するんだったら何だと思いますか？そうなんですよ。アンティグギアなんですよ。アンティグギア。で、アンティグギアと、じゃあ、ロイドを合体させたら強いんじゃねっていう発想。これがですね、なんか強いのを合体させたら強い。強いかける強い、この超強い説っていう、小学生が考えた理論なんですけども、これ、ディスコードで大元の、ギミックは、お魚屋さんっていう、けど、お魚さんね、すげえね、デッキ構築力あって、僕尊敬してるんですけど、ディスコードのメンバーでね、いらっしゃいまして、で、その方から、まあ、メインギミック、大元のギミックは教えていただきました。メガロイド都市。これと、ロイドと、これね、アンティキアリボーン。これが相性がすげえいいっていうこと。が発覚しまして、まあ、どういうことかっていうと、結局アンティークギアリボーンって自分のフィールドにモンスターがいるとアンティークギアモンスターを墓地から特殊召喚できないじゃないですか、まあ、モンスターがいなければ特殊召喚できるんですけど、なんでじゃあその例えばね、スクラップリサイクラーを召喚してスクラップリサイクラーの効果でアンティークギアを落とすよと、墓地に送るよと、で送ってでアンティークギアリボーンセットするんだけど、これ邪魔ですよね。スクラップリサイクラーがめちゃくちゃ邪魔。お前、邪魔、もう、役割するんだからどっか行けっていう話じゃないですか。もう、おろまいするためだけにいるんで、こいつは。だから、これを、メガロイド都市で割るっていう。メガロイド都市で、これで破壊して、で、この、最強モンスター、カイトロイドを持ってきつつ、ワンキルを防げる盤面にしながらの、リボーンセットして、開始のターンにこの辺で殴るっていう。これもなんか、全部のシナジーが噛んでんなっていう。おう。で、まあ、もちろんね、リサイクラーに、一族の結集とかで打って普通に出してもいいしね、別に。まあ、そういうギミックももちろん入ってるし。一個、手札に来てしまった場合っていうのが大変なんですよ。テンアンティギアゴーレムとか、この、リアクター。これ手札に来ちゃうと、その墓地にいてほしいんですよね。リボーンで蘇生したいから。だから手札に来ちゃった時にちょっと展開しづらいっていうのがあるんで、これで、採用したのが、このフォートレス。フォートレスを、メガロイドシティで割るっていうおしゃれムーブじゃないこれ、おしゃれムーブ。例えば、アンティキアワイバーンをまあで召喚して持ってきますよね、この辺のモンスターを。で、フォートレスを発動してメガロイドシティ割ってそのまま出すとかね、こういったムーブもできるんですよ。でカイトロイドを手札に加えるみたいな、強くねっていう、全てのシナジーが噛んでいる素晴らしいデッキになりました。で、いつはトゥーンワールドは、なんでかっていうと、この最強のトゥーンアンティキアゴーレムにコンセント打ちてっていう、クソゲーをしてっていうだけなんですよね。これそろそろコンセントね、これそろそろやばいよ。これそろそろリミット来ると思う、俺は。はい。ということで、早速、メガロイド・デ・メディチやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、インリオン・ボジュートさん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。俺最近気づいたんですよ。なんかね、アキちゃんだけじゃなくて、このなんかクジャクマイさんも髪型インリンオブジョートやなっていうのを気づきました。私。これは、トゥーンアンティギアゴーレムかな。結集がある場合はメガロドシティは使えません。結集してトゥーンアンティギアゴーレムを創生しないといけないんで。多分ですけどブラックフェザー。ブラックフェザーはなんだかんだなんとかなります。雷切り効果に。チェーンしてトゥーンアンティキアゴーレムを蘇生するってことができるん でしかもなんか一族の結集でまたあれですからね。はいはい、オッケー、強いですね。一族の結集は破壊されるとデッキからもう一枚の一族の結集をセットできるっていう効果あるんでね。はい、どうぞシムーン、どうぞ。旋風3枚強くね。ハンド強えな、おい。旋風3枚強すぎだろ、やばすぎ。さあどうするんでしょうか。まあちょっと雷切り2連打が一番きついかな。これ雷切り2連打されたって、あ、ジンか。なるほど、ジンムーブしてくれるとありがたいけどな。雷切り2連打がいっちゃんつれできんでな。雷切り2枚入ってると俺はこういう時に雷切り2連打していいから雷切り2枚派なんですけど、絶対高校で殺すっていうことをしたいから殺意を抑えられないから俺。雷切り1枚っていう人も、まあ、いますよね。
俺は2枚派。1回雷切り出した後にすぐ雷切りしたいから。旋風の効果がまあさらに発動していく。あ、でもジェンムーブなんだったら多分だけど雷切り自体は並ばないんじゃないかなと思うんだけど、多分ね、多分ちょっと並んだらすまんって感じなんだけど雷切り2枚はマジでやばい。さあここでおそらくここでおろしを特殊召喚して、ああいきなり、まあ、先にホーク城か。これホーク城やろ、だって多分ホーク城やな。そうやな、ホーク城で、でホーク城効果で釣り上げシムでおろし特殊召喚でしょ。雷切りじゃあ1体しか買わないよ。勝った勝った、第3武漢でおろしでしょ。はい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 、おろしね、オッケー。でレベル1レベル6で新居召喚ね、レベル7雷切りね、オッケー。で雷切り効果ね、雷切り効果スクラップリサイクラーとセットカード選択ね。で選択されたそこでチェーンしてトゥインアンティキアゴーレム蘇生で鉄棒ねそこまで見えた。ブラックウェザーさん読めるんですよね、動き方。本当にやっぱね、読めないっていうのが遊戯王の楽しいところだって、動き方読めると対策取れますから。雷切り効果いいでしょう。今から貴様に絶望を味わしてやる。一族の結集発動。俺はフィールド上のスクラップリサイクラーの、種族と同じ種族のモンスターを墓地および手札から特殊召喚できるぜ。そして一族の結集の効果、破壊された場合一族の結集をセットできる。さあ残念でしたねあれ3000しかないんですけど、あの人ライフ甘えてはシムーンは甘いでは。一応ちょっとリサイクラーしてで落としといてリアクターを、ほんで、メガロイドシティ発動してメガロイドシティでリサイクラー割って、はいはい、でカイトロイド持ってきて OK。 はい、バトルいきまーす。はい、対戦ありがとうございましたシムーンこそ際は甘いです。さあ行きまーす。覚悟はいいですか。ちょっとやばいです、手札メガロイドシティがあるんでなんとかなるんですけどね。これ最悪こういう時どうすればいいかっていうと、メガロイドシティを発動してトゥーンワールドを割り、カイドロイドを持ってくればいいんですよ。そうしたら死にません、基本的には。基本的にはね、まあ、まあ、コンセント割ってもいいですけどね、こういう場合は。まあ打天使ですね。はい、どうぞ打天使どうぞ。はい、階段どうぞ、階段をどうぞいいですよ。打天使はどうなんだろうな、相性ちょっと分かんないですけど、これそこそこ強いんですよねこのデッキ意外と。まあ、 こういう初期手札が事故ってなければなんとかなるっていう。これディステルドローやんな多分。ディザイア持ってくるか、まあ、ルシフェル持ってくるか分かんないけど、まあ、そういう方ですね。はいはいはい。で追放効果で親族持ってきて、親族セットしてターンしろか。さああとはまあここの次のデッキトップがモンスター生き物であることを祈る俺はこれが生き物であることを祈る。まあ上級モンスターでも今現状だとフォートレスをメガロイドシティで割るってことできるんで、展開はできるかなと思うんですけど。はいはいはい、セット。あ、肉声あんの怖いな。ドロン、あぶねえ、オッケー。あ、オッケーオッケー、アンティーク出てきてくれたんだったらまだオッケーで、ですね、どうしようかな。いきなり出しに行くこともできるんですけどね。一応はフォートレス発動から割りに行きますか。対象に取れないよっていう状況にはしたい。まああんまり意味ねえけど、あんまり意味ねえ、あんまし意味はねえあれやからね、親族は対象取れないんでね、効果無効にするときに、なんか効果処理者に無効にするっていうのが、選んで無効にするっていうクソみたいなテキストしてるから。でメガロイドシティ発動は、メガロイドシティ発動、メガロイドシティの効果を発動したいな。これでね、そのね、フォートレス割ってなんかそのカイドロイド持ってきつつリアクター出すっていう、このなんかすげえ、まあ、素晴らしい動き、素晴らしいムーブ、このし圧倒的シナジーはっ。でこれでリアクターを特殊召喚していく。あとは狡猾とか踏んじゃうとちょっときついかなって感じなんですけどね。まあ狡猾やったらしゃあないわって感じかな。まあ一応カイドロイドあるんで
なんとかなるんですけどね、回転とかでパッとしゃぶしに、あ、そこなしだる、そこなしだるいな、そこなしクソだりな。まあシードしかねえか、まあまあし殴らなくてもいいんだ、殴らなくてもいいんだ、終了で、まあ、回転であれば多分死にはしないです、さすがに。で多分ディザイアをディスティンドローかなんかしてくるか、まあルシフェルかなんかなんでもいいんだけど、んでディスティンドローしていく、ルシフェルかな、俺だったらルシフェルを持ってきてルシフェルアドバンス召喚するかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。さあ闇遊戯くん悩んでおります。さあ悩んでおります。ただ3000を超えれるの多分あれですよね、ディザイアしかないですよね多分ね、向こうのデッキはこの3000の守備のリアクターを底なしした都合上サムン、狡猾かディザイアか、あ、ラバコ、そういうことしちゃう、そういうことしちゃう、そういうことしちゃいます、ちょめんどくせえなラバコはどうしようかな、ラバコ、あ、でもメガラドシティで割れるわ、いけるいけるいける、ラバコだってメガラドシティで割るわ、こんなクソモンスター最強か、ラバコメガラドシティで割れるぞ、強すぎかよ。で、あ、ディザイア、あ、ディザイア捨てるんだ、もう、まあ、ちょっと相手もね、カイドロイド見えてるんでね、なんだかんだどうしようってなってると思いますよ、多分。さすがに、このカイドロイドっていうモンスター強いな、本当に、絶対安心だわ、なんか、ディザイアね、2枚入ってるパターンね、はい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 。で、ディザイアをアドバンス召喚していく、もしかして、階段か、なるほど、階段の効果で、あ、オッケーオッケー、なるほどね。で、ディザイアをアドバンスして殺してくるんでしょうか、果たして。さあ、どうなんでしょうか。まあ、多分だけど、あ、殴りに来るは来るよね。さすがにね。はい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 。なるほど。で、ディザイアはまだ。あ、ディザイアはまだ。くっそ、出し惜しみしてくるな。まあいいや。で、ラバゴはやられていく。25食らいたくねえな。あ、でもあれか。生き物引けなかったらダメだから、モンスター引けないとダメだから、これは温存しかねえな。これ温存しかねえわ。温存しかなくて、で、これ生き物等しいな、カイドロイド出したくねえ。あ、ダメか。オッケー。じゃ、カイドロイド出そう。カイドロイド出して、いつでも結集しよう。カイドロイドを召喚し、カイドロイドを対象に取り、一族の結集発動。これ、あんまりしない動きですけどね。あんまりこの動きしないけど。まあ、こういうこともできます。蘇れ、アンティークギア、リアクタードラゴン。そして、メガロイドシティの効果を発動していくぜ。このアブレカイドロイドは破壊しさせていただくぜ。そしてカイドロイドを破壊し、これもう一枚入ってなきゃな、もう一枚入ってるんだっけな今、あ、入ってないか。これね、ちょっとね、今調整中なんですよね。こうカイドロイドを2枚するか1枚するかちょっと難しくて、まあちょっとそれ今調整中なんですけど、すいません、デッキレシピ段階でなんか変な感じになったらすいません。いけ、アンティークギア、リアクタードラ、オッケー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 、いいでしょういいでしょういいでしょう、全然いいですよ、全然オッケー。でライフポイント3000回復していく。ただ攻撃は止まんないから1体はぶち殺していく。さあもう1回使うかな、多分もう1回使うんじゃないかなと思うんですが、まあ、どっちでもいいんですけどね、これまあどっちでもいいんですけど、まあどっちかはこうするんで、まあこうしましょうか。さあ、イシュタム様の効果発動。イシュタム様の効果によって1000ライフポイントを払い、親族の打天使の効果かな、あー、そっちか、階段の効果、オッケー、階段の効果で打天使を特殊召喚していく、オッケー、いいでしょう。いや、なんだかんだこの3000っていう鬼のような打点、結構強いですよね、結構強い、オッケー。これでコンセント打てばいいんじゃない、これでコンセント打てばいいでしょ、これライフだから6000でしょ、35針から、ダメステー、ダメステーいいですか自分、コンセントライト、オラオッケー。で、リアクタードラゴンの効果は発動しなくてよくて、でターン終了で、これでもう相手ライフ500やから、あれなんですよ、もう墓地の親族使えないんですよ、だからあとはもうディザイア出してくるしかなくて、ディザイア出してくるしかなくて、でディザイア出してきて、で効果発動チェーン一族の結集やな、オッケー、よし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 、耐えろ耐えろペガサス、まだやな、これ効果発動にチェーンやな、オッケー、ディザイア効果で勝ったと思ってるでしょ、これで一族の結集発動、肉兵器を出していくぜ、墓地より、あ、これはワイバーンだな、強い、あ、
強い。ワイバーン、ワイバーン効果、ここ強い、ここ強いぞ。リボーンでしょ。あ、これいける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 でしょ。だってリボーンだから、コズサイも使えねえし。カイトロイド発動、発射いける、もらった、これはこれはもらった、やったー、打点支柱成敗完了。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、万丈目純さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、さあ行きまーす。万丈目ボーイ、あーいいですね、ハンド、ハンドいいな、ハンドめちゃくちゃ強いの。おい、無の煉獄、お、なんだクソ、それじゃできっか、あああああ見たことあるやつ、見たことあるやつ、ちょっとマジギミックわかんないけど、なんか最近俺動画化した、これはい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 、なるほどですね、はいはい、なるほど、龍一ですね、なるほど龍一、なるほど龍一で、あれ終わったかこれあれ、これ終わった、もしかしてこれもうちょっとないよ、カイトロイド持ってきてしかないんだけど、カイトロイド持ってきて、で、カードセットしていく、カード収納していく、やばい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 って、効果ってやつ、これこれ効果ってやつ、これマジで、これマジで、これ見たことあるやつ、見たことあるやつ、あれもですでしょ、やばいって、ちょっと待って、狡猾やって、これこれ狡猾だって、これ狡猾やって、ふざけんなよこいつマジで、やばいやばいやばい、いってーな、いってーな、そう俺これどうしたらいいんだ、これ俺どうしたらいい、どうしたらいい、これみんな俺どうしたらいい、どうしたらいい、これどうしたらいい、これどうしたらいい、これどうしたらいいの、ハモ、あ、狡猾、クモツ、なんかヤバいカードセット、ちょ待ってよ、ちょ待ってよ、クソデックすぎんこれ。